ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演、夜明けの光、浮き沈み、この世は乗車必須、されど花となり咲き乱る王家 B-V。 文化系トーク YouTube グランパンパースです。仕事から帰ってきましてラジオ配信で失礼いたします。サムネイルとねタイトルで分かっていらっしゃると思いますが、 BE:FIRST の千葉公演の話をさせていただきます。皆さんがレポートをまとめてくださっておりまして、ありがたいと思います。私その千葉県民でして、実はねここもねいくつかその BE:FIRST のワンマンホールツアーの方の公演を申し込んで、当然ですけどこの千葉県の公演もね申し込んだんですよ。実はこのね市川文化会館っていうところは結構ねいろいろ大物アーティストが実は公演をするというかするのが結構多いというので、まあありまして、なんていうのかな、地方の市民会館ではあるんですけど、まあ文化会館ですね、なんですけど、私もね3回4回ぐらい行ったことがある。なんで行ったことあるかっていうと駅から近いんですよ。なんか結構そのいわゆる文化会館的なものとかって駅から離れていたりする場合があることもあるんだけど、ここはねぶっちゃけね歩きでも行けますしね、自転車とかを使っても行ったりすることもできましたね、昔ですけど。でここで加山雄三さんのねコンサートを見た記憶があるのと、クラシックコンサートを一回見たことがある記憶があって、他にもなんかねいろいろありましたよ。結構だからいろんな人がやってて、なんで加山雄三さん聞きに行ったんだろうな、そういえば。今となったら不思議なんだけど、まあ多分親とかじいちゃんばあちゃんとかの影響というか連れて行かれたんだと思うんですけど、結局ね、歌なんか分かんなかったけど、ただ、子供ながら感動した記憶ありますよ。市川市と言いますとね、あれですね、私、まあちょっと前に柴又に行った話もしましたけど、ツイッターの方でね、YouTube ではしてないかもしれない。中山法華経寺っていう結構大きいお寺があってね、そことか行ったり、神社仏閣を巡ったりするのが意外と好きだったりするもんでね、そういうとこに行ったりすることもありましたが、まあ市川市っていう場所が結構そういう文学者とかいっぱいいたところでね、あれですね、長井花風とかいたりとか、方の東山会議とかもね、いたりした時期もあったりとか、あと有名な滝沢馬琴の南総里見八犬伝とかでは舞台の一部として市川市の河野台とかね、なかなか河野台って読めないんだけど、河野台とかそういう行徳とかね、そういったところが描かれたりねしているっていうのがありますですよ。市川市の話をしそうになるんでね、千葉県人だし、まあそういう話もしたくなるんだが、まあそうではないんですよね。で、まあね、レポートですけど、ネタバレとかね、いろんなものが嫌な方もいらっしゃると思いますので、アイキャッチを入れた後に、皆さんのありがたいレポートを、ちょっと読ませてもらったり、まとめさせていただいて、私個人の思いとか、考察なんかも語りたいと思います。アイキャッチ後に内容にというか、レポートとかに触れますので、お気をつけください。では行きます。アイキャッチ。はい、アイキャッチ入れましたんで、早速行きたいと思います。そういえばね、高田露伴とかもいたりとかね、戦後とかにね、あとね、私、市川に行った時に、カツ丼屋さんみたいな和食屋さんに入って、長井花風か、高田露伴かなんかがよく食べていたって言われる、それを食べたりとかしましたが、ね、市川市の話ではないんですよ。レポートの話をしますね。ですね、まず、ペンライトの位置という話がありまして、岡山公園までの時に、ペンライトを、公式で、販売しましたけれども、その振り方とか持ち方みたいなところで、やっぱ慣れてない方もいらっしゃるっていうのがありますので、まあ、一部の方がちょっと見づらくなっちゃうような持ち方をされていたっていうレポートを読んだのがありまして、まあ、それに関して、公式の方から持ち方とかのレクチャーみたいなアナウンスがあったっていう話がありました。まあ、非常に安心しましたね。安心したって言いますか、まあそういうこともやりつつで、どんどんこう、まあいろいろね、ブラッシュアップもして、トライアンドエラー繰り返して、事務所も、アーティスト、BE:FIRST も、ベスティも、みんなで成長していける、そういうところだなっていうふうに考えますし、まあ本当にそういうのを繰り返して、どんどん成長していければいいなと思います。で、岡山公演が終わった後で、竜兵くんが勉強してましたっていう話でね、僕数学が難しくてみたいな感じの話をしていたっていうのと、方程式とかをやっていたみたいな。で、レオくんが俺得意だよみたいな感じのことも言っていたっていうことで、なんかレオくんって文系のイメージ自分はあるんだけど、まあ小説本読むのが好きだからっていうそういうイメージだけかもしれないけど、まあ、
まあ、りょうくんのね、あのギャグだった可能性もありますけど、まあ、勉強ね、まあ、そうっすよね、りゅうへいくん、ね、アーティスト活動と一緒にやるっていうのもね、まあ、大変だなって思いますけどもね、本当に、BE:FIRST として、後悔がない人生を送ってほしいなと思いますけどね、勉強もしながら。で、なんかね、スカイハイ社長、もういらっしゃったっていうのと、普通に客席に座ったらしいっていう、っていうね、それは社長の 隣にいた人もいたんじゃねえのって思うんだけど、さすがにちょっと周りはあれかな、その客席の周りは少し開けてるかな、でも開けるくらいなら人を入れそうな気もするけどね、なんとなくだけど。あとは、まあ、市川市って、まあ、社長 の、まああのね、スカイハイさんの地元ですもんね。そう、地元なんだもんな、そういえばね、うん、結構だからあれかもしれないですね、市川文化会館とか、あと最寄り駅の元八幡駅とかには実は私まあまあ行ってるんで、昔からあれがあるんですよ、メキシカンダイナーがあって、そのバイキング形式の、そこが好きでね、サンズダイナーっていうところがあって行ってたりとか何回かしたんでね、うん、まあそんなこともあったんで、案外そのあの辺で会っていた可能性もあるんじゃないかなって思ったりね。で、社長の夫、ご両親も来ていらっしゃったって話もあったようですね。はい。で、その他もいろいろとありますけど、あれですね。シャイニングワンの、Can You Feel It のところね。あれは、夢の国に連れて行ってやるようだったそうです。いや、いいっすね。夢の国は浦安だけど、大丈夫です。はい。まあ、その、千葉県ですから。ね。Can You Feel It を、夢の国に連れて行ってやるよって長いけど相当早口で言ったのかな。まあでもりょうきくんならできるか。でもりょうきくんの Can you feel it ですけど、これ千葉県民の人は結構ピーナッツが入ったセリフを予想していたみたいな人がねいたみたいですけどね、なんかちょっとわかる気もするけど。で、マナトくんがその保育園か幼稚園の頃に松戸ですね、あの辺に住んでいたっていう時期があったっていうのを、確かね、前ラジオかなんかで言っていたんですけど、軽く私も動画で紹介させてもらったんですけど、軽く流しちゃったんでね。まあ、嬉しかったなって話をしたんですけど、まあそういう感じでした。松戸も結構行っていたことがあるので、まあ千葉県民のね、千葉の中は結構行ってますけども。まあ、ね、動画知らで会っていたかななんて思ったりなんかしてね。まあさすがにないと思うけど、保育園だし。で、あとはレオくんがマナトくんに、マナトくんつながりですけど、なんか家で寝転がってる時に、マナトって目綺麗だな、コーギー似てるなって言って、で、マナトくんがどうもコーギーですって言ったらしいんですけどね、犬みたいだなって言ったらしいんですけど、でもなんかみんなレオくんがゴールデンレトリバーみたいだなって思ってると思いますけどね、可愛い大型犬のイメージがねありますよね、うん、っていう感じだったりしますね。あとミリビリをその歌ったり踊ったりとかしたみたいで、つまり動画で上がってますけど、あれをみんなでやったっていうことですよね。竜兵くんが結構やっぱり僕と同い年か、それ年下の人いますかみたいな感じのことは言ってて、結構会場にもいたらしいんですけど、あれっすね、東京アイランドでも大輝くん、ルイくん、エディくんがいて、中学生いますかみたいな感じのはやってたんですけど、やっぱいるんすよね。東京アイランドもそんなにまだできたばっかりのフェスで人は多くなかったんだけど、その中でも BMSG フォッセを見に来たっていうか、まあフォッセではなくて他のアーティスト見に来た可能性もあるけど、いずれにしても楽しんでたんでね。まあ、竜兵くんもそうだし、そういうやっぱ、同い年だったり、中学生とかね、まあ、小学生、中学生、高校生あたりの子たちが BE:FIRST とか、BMSG のアーティストを見て、それで、なんていうか、元気になったりとか、すごい僕も頑張ろう、私も頑張ろうって思ってくれると、すごくありがたいですね。なんかでも、竜兵くんが結構ね、いっぱいいるから、なんか聞いといてこっちが恥ずかしいんだけど、みたいな感じのを、ジュノンくんに言ったみたいな話もあって、それがすごく可愛いなっていう話をレポートで上げてくださっております。なんか MC でふなっしー見たことある人っていう感じのことを聞いたらしいんですけど、なんか手挙げた人が少なかったみたいな感じの話をしてて、なんかでそこでBE:FIRST のみんなで、千葉の人もあんまり会えないんだねって言って、なしだからねっていう結論になってたのがBE:FIRST らしいなってBE:FIRST ワールドだったって話をしてますけど、私ふなっしーやったことありますけどね、普通にいましたけど、まあ、でもあんまりそうか、見ないかもな。チーバくんはね、結構見るんだけど、フナッシーはね、でもフナッシーあんま合わないかもな。うん。で、ミリビリに関して、ジュノンくんが、すごく未経験、ダンス未経験だったジュノンくんが、あれを踊っているっていうのがすごいって話で、ミリビリのダンス、やっぱ相当すごいみたいですね。
ラジオ番組で、新しく始まったラジオ番組で、まあ、いわゆる海田さんと蒼太くんが踊っているのはありましたけど、あのラジオのタイミングもミリビリの披露とかに合わせたっていうことになるのかなっていうね。だからやっぱりそのいろいろラジオとかのタイミングとか、まあ、今後は多分 You Are My Bestie とかも含めて多分いろいろとタイミングとか合わせてやっているんだろうなっていう気がしますね。はい、まあ、そんな感じでした。まあ、とにかく楽しかったみたいですね。当たり前ですけど、市川文化会館は自分自身も行ったことがある場所だし、隣にね、あの小学校から学校があったりするっていうのも覚えていますし、最寄りの本八幡駅から5分ぐらいで、5分じゃ行けないかな、でも10分以内で確かね、歩きでも行ける感じで、まあ、本当にそうなんですよ。結構だから、本当に街の中にある文化会館っていうところで、でいわゆるその小さいホールなんで、多分一番後ろの席からでも結構な感じで BE:FIRST 見れたと思いますし、そこに社長もいたんだもんな。やっぱり行きたかったなと思う。まあ、行きたかったっつっても申し込んだけどチケット外れたからしょうがなかったんですけどね。だから今日も仕事を行ってましたよ。なんかちょっとだから、休みとか取っちゃうとね、なんかなんで俺行けてないんだろうなって思っちゃうからさ、仕事入れました。休みだったんですけど、ちょっとオフデーみたいな感じでちょっと出れないかってたまたま言われたんで、ああ出ますっつってね、そんな感じでしたね。まあでも皆さんのレポートを見て元気になってます。で、やっぱね、地元っていうところで、そういうスカイハイ社長の地元っていうところで、まあ、できたっていうことと、あとその画像で見たんですけど、つまりその市川文化会館の中に BMSG とか BE:FIRST のロゴが照明で出てましてね、あなんかすごいエモいなって思いましたね。昔から何回か行っている場所に BE:FIRST が来たんだなって本当に思いましたよ。まあ、本当に小さい箱ホールだから、本当にみんながみんなと目が合ったような感じになるんじゃないかなっていうふうに思ってたみたいで、本当にそういう感じみたいだったんでみたいですね。はい、なんかレオ君は会場全員の顔を見たんじゃないかってくらい後ろの方の人のこともよく見てて、本当にいい子だなって思った、誰よりも手を振って熱い男でしたみたいな感じで、そういうことみたいですね。でワンマンライブでもね、最初のワンマンライブでも本当にそうで、レオ君がみんなに手を振って、でみんなに手を振っていたから、MC 聞き逃していたところとかもありましたけど、本当にサービスの人だなっていう風に思いますよね。素晴らしいと思います。はい、まあそんな感じでね、まあちょっといろいろと箇条書きみたいな感じで読んでましたけどもね、まあちょっと行けなかったのがちょっと悔しいのか何なのか、やっぱ多少は自分の中でもありますけども、ただやっぱり楽しかったんだなと思って、で無事に終わってよかったなと思います。はいですね、またいろいろレポートも上がると思いますので、共有していきたいと思います。はい、はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、グランパンパースでした。果てしない空を